こんにちは、早川洋平です。石平恋と仕事と社会の Q&A、 今日もよろしくお願いします。井田さん、よろしくお願いします。はい、石平です。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、ある某スタジオで収録してるんですけど、はい、井田さん、紅茶とコーヒーってどっちが好きなんですか？コーヒーがメインなんですけど、やっぱりコーヒーは飽きるので、紅茶にするっていう。今日紅茶じゃないですか、はいはい、でミルクじゃないですか、はい、でレモンってこともあるんですか？レモンってことはあんまないですね。やっぱりなんか紅茶っていうと、はい、イギリス人が飲むミルクティーってイメージなんですけど、なんか確かにレモンって感じじゃないですね。なんか井田さん、こう甘いなんか緩い感じの飲み物の関係あるのかな。でも紅茶美味しいですよね。でもこの前あるその紅茶会社の人のイベントに行ってで聞いたんですけど、はい、コーヒーその飲んだ後にその意識がちゃんと覚醒する時間が、コーヒーは20分ぐらいなんだけど紅茶は2時間があるんですって。あ、全然違うじゃないですか。そうだから覚醒作用、ちゃんと頭をすっきりさせたいときは紅茶の方がその医学的にも効果があるっていう風に証明されていますよって言われて、へーと思って。あ、それ聞くとまたその効果でより僕増しそうですね、紅茶か。なので原稿書いて疲れたら紅茶にしようとは思いましたね。そうなんです。確かにコーヒー全然効かない気がするんだよな。怒られそうだけど。じゃあ僕もちょっと紅茶にしてみたいと思います、はい。さあ、今日はこんな質問いただいています。35歳女性です。私は風水が好きで、金運を上げるために金色の財布を持つタイプです、はい、タイプです。これなんてフォローされたいんでしょう ね。そしてここからです。イラさんは運についてどう考えていますか、はい、運を上げるために何かされていますか？いや、もちろんね、運はあると思いますよ。あるとは思うんですが、それは残念ながら金融の財布を持つとか、どっかの方角に玄関を作るみたいなことでは簡単に左右できるものではないと思いますね。なので運に関してはもうただ一つですね。いい時はもうほっとけばいいじゃないですか、なので悪い時はともかく切れずにひたすら耐える。これです。切れずに耐える、ひたすら耐える、布団をかぶって耐える。井田さんから耐えるって言葉が出てきたの結構意外だったんですけど。いや、でもどんな人でも好不調の波はあるし、頑張ったけれどうまくいかないってことあるじゃないですか、でもその時に自分で切れちゃうと ね、次の波が来ないんですよね、なのでともかく耐えて、なんていうのかな、自分をちょっと褒めてあげるとか、ご褒美あげるみたいなことをやればいいんじゃないですかね。でもその耐えるっていうのはいわゆるだから、切れる逃げるとは違う、ってことですね。そうですね。逃げる切れるみたいなことをやっちゃうと、単純に言えば周りとの関係が壊れちゃうじゃないですか。文字通り切れちゃいますよね、はい、だから人生で失敗してる人って不調な時に切れてる人なんですよね。あ、それは家族に当たる、学校に当たる、会社に当たる、何でもいいんですけど、俺はこんなに頑張っているのに認めてくれない、評価されないっていうことで周囲に当たって、で逆にそれで周囲の人が離れていくっていうのを繰り返しているうちに、社会から外れていくので、そこで切れさえしなければなんとかつながれるんですよね、やっぱりね、ずっと続くわけじゃないっていうことも言うじゃないですか。そうですね、ただ大人になれば分かると思いますけど、悪い運って2年3年5年とか続きますから、それを切れずに耐えて生き延びていくっていうのはなかなか大変なので、そういう時になんかその人の本当のなんか力が試される気がしますね。いい時は誰でも調子に乗って活躍できるので、その時に、はい、さっき布団をかぶるっていうのもありましたけど、はい、ずっと5年もかぶってるわけにいかない分もあると思うので、なんかその時のまさに、逃げちゃいけないけど逃げ場、かもしれないし、安全運転がいいと思いますね。安全運転、はい、これとこの仕事だけはちゃんとやっておこう、とりあえず今は悪い時期だからそんなにうまくいかないかもしれないけれど、コツコツ積み上げていく分は積み上げておこうっていうのをやった上で、逃げ場というよりは、これなんていうかな、エスケープする場所が欲しいんだよね、誰でも隠れ家が欲しいじゃないですか、僕の場合はそれが小説だったり音楽だったりっていうものなので、自分なりの隠れ家を作るといいんじゃないですか。そこに行くとくつろげてゆったりできる、聖域でもいいわけですよね、もうそれはだから旅行でもいいし、韓流のアイドルとかでももちろんいいんですよ、そこに行けば自分を甘やかすことができるし、居心地がいいなっていう場所をいくつか作っておくといいと思いますね。いくつかっていうのがポイントですよね。やっぱり1個だけだとね、それできない時も当然あるでしょうから、1個だけだと飽きますし、世界が狭くなっちゃうので、うん、やっぱりいくつか欲しいよね。でもそれを考えればさ、ねうん、僕たちがこの4月からやるブックサロンなんかは、うん、そういう隠れ場とか逃げ場にぜひ使ってほしいところなんだよね。まさに本当そうですよね、うん、集まってみんなでなんかワイガイガーガー言って、うん、あれこれまあ人の悪口言うんでもいいですよそうですね、うん、何でもいいのでそうやって楽しめる、うんうん、場所になるといいなと思うけどね。それがまさにこのオンラインでやるというのはちょっと面白そうですよね、うん、いやでも本当にちょっとみんな自分をなんか自分に優しくしてあげてほしいよね、うん、ギスギスしてる時代なので。でもなんか個人的にはすごく今井田さんの話で感動したのが、うん、まあもう3年4年お付き合いさせていただいてますけど、うん、やっぱりこうある意味最初に何だろう逃げない切れない、うんうんうん緩いイラさんのイメージとはちょっと違うなんかきっちりした部分を言ってくれたのでなんかこれ聞いてる方もそこがあった上でそういうまあ正規ちゃんと儲けようねみたいななんかそこがすごくこれ聞いてる人も刺さったんじゃないかと、うん、いやでも大人になるとみんなわかるんじゃないかな。本当についてないことって2年3年続いたりするからね。それもねよく一般的な世の中だと1年後はもうどうせ忘れてるじゃんとか結構言うじゃないですか、うん、でもそんなことないものもやっぱありますよね。ありますあります。大変な時は本当に大変なので、うん、それは生きていれば必ず誰にでも来ることだから、うん、だからそう考えるとね本当に不調な時の生き方で人生が決まるので、うん、今辛い人はなんとか耐えてそうですね、はい、しのいでほしいですね。ぜひみんな頑張るというかねそういういくつか、うん、よりどころを、ね、うまく作ってほしいな、うん、と思います、はい、また皆さん、こうした質問をお待ちしておりますので詳しくは石平公式サイトの方を、サロンの方も含めてご覧いただければと思います、はい今日も皆さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。